おはようございます。今日はですね、京都府はもう北の北、日本海側にある由良ヶ岳へやってまいりました。こっちですね。で、今時刻が6時40分ぐらいですかね。丹後由良駅という、駅からですね、由良ヶ岳登って、でピストンで戻ってくる、そのようなルートで歩いてまいります。で、由良ヶ岳は、東峰西峰の、2つの峰からなる山です。でね、そこからは、展望がね広がっており、日本海を広く見渡せるということで、トンビが飛んでこちらを狙っておるんですが、まあね、そんな長い道のりじゃないですけど、開けた展望を期待して歩いていきたいなと思います。道中はね、あんまり景色が良くなさそうなんで、VTR は、動画は大幅カットかもしれませんが、のんびりと楽しんでいきたいなと思います。この単線のこの続く感じ、いいですよね。駅のところだけ二股になって、あとは一直線になってます。あとはススキもね、いい感じに生えて、朝焼けと相まって非常に来てよかったなと思わせてくれる景色ですね。めちゃめちゃ、京都のね、北もう若狭湾ですねのところなんで、非常に、我々瀬戸内海側に住んでいるような人間からすると遠いっちゃ遠いんですけど、来てみたい山だったので、今日は来れてよかったなって感じです。天気は今のところね、良さそうなんですけど、昼ぐらい、夕方にはもう、曇ったり雨が降ったりするかなっていうところなんです。なので、早朝に来て、パパッと登って降りて、あとはゆっくりちょっと観光でもしようかなと思ってます。もうすぐ登山口なんですが、ほぼ直線で登っていくような感じになって、ヤマップ情報によると1時間40分で急登を登りきると。で、東西に、山頂があってって感じですね。なんで結構登りが激しいかなと思います。鹿がいる。はい、ここから登山道ですかね。柵に柵を開けて、下も由良岳640m 登山道1号目。立派な竹がいくつも生えてますね。
あんまり登山道で竹見ること少ないかな。あるのはあるんでしょうけど、こんなに竹がしっかり生えてるとこってあんまり記憶にないような気がしますね。で、結構段差がね、一つ一つの段差が結構大きくて、足をがっつり上げて登っているような感じなんですけど、なかなかハードで、そして お日様が出てきました。やっぱりね、止まってるとすごく寒い季節にはなってきましたけど、歩いてるとホッとホッとですね。はい、3合目。このね、登山道は木々に囲まれてるんで展望はあんまりないんですけど、隙間からね、日の出や朝日や若狭湾ですかが見えるんで、まあそんなになんか苦じゃないかなっていう感じはあります。道はね、すごく分かりやすく一本道なんで、迷うってことはあまりなさそうですね。ただ風はやっぱり日本海側だからなのか結構強いですよね。水って書いてますんで、多分こっちに行ったら水が汲めるんですかね。本来の登山道はこっち。私はとりあえず必要がないので進みます。いずれにしてもちょっと距離はあるのかな。ヤマップの地図には載ってなかったですね。4号目炭焼き窯跡。ほう、標高270メートルってことはまだあと400メートルありますね。もうほとんどね、海沿いから登って670メートルが山頂なんで、まあほぼほぼ全部ゼロから登るっていうイメージですね。鹿がたくさんいますね。早朝なんで鹿との遭遇率は高いかなと思いましたけど、もう10頭ぐらい見ましたかね。鳴いてますね。5合目です。しっかり登っていきますよ。歩き始めて小1時間ほど経ちました。今はね、比較的歩きやすい道を登っているんですが、でね、周りも囲まれてるんで風もほとんどないような状態です。山頂行った時に結構風が強そうだなっていう心配はありますが、おそらく景色はね、それなりに見えそうな気がしています。もうね、山頂まで
そんなにかからないと思うんですけど、20分ぐらいですかね、あれば登れるかなと思います。標高550メートル、いっぱい水、あっちにも水汲み場があるんですかね。あとだから100メートルほどですかね、登るとゴールとなります。まずは東峰に行きましょうかね。もうすぐ山頂かというところですけど、ここがすごいぬるぬるで超滑りますね。泥ですね、泥。何やら向こうの方に雲海らしきものが見えますよ。これは期待できますね。はい、で B が見えますね。 B が B、回り道していくと歩きやすいと。急勾配だとまあ早いけど登りづらい。行きましょう。の来ましたよ。いよいよ山頂ですね。着いたぜ。景色行きましょうか。来ました、若狭湾でいいんですかね。日本海です。で、あそこのなんか橋、あれも結構有名みたいですね。丹後なんちゃら丘陵みたいな感じでしたっけ。確かにあれ電車乗って海が左右に見えるわけですから、ああいいですね。で、こっち、こっちやな、菩薩の裏、雲海が広がっております。ああいいですね。こっちは行けるのかな。これが菩薩ですね。あ、こっちからはまあまあでも雲海が綺麗に見えますね。いいですね、よかった来て。こちらが東峰で、西峰からの景色がもうちょっとなんか隠れたりしてるみたいですけど、やっぱね寒い季節になってきましたけど、こういうね、雲海とかね、木々が赤みがかってるのとか見れるっていうのはね、この時期の良さですね。特にこの辺は日本海側からのね風が強くて
結構寒くなるんで、もうしばらくしたら雪も降り始めるんですかね。あっちにね、すごいなんか綺麗な富士山みたいな山がありますね。あれは何だろうか。西峰の方にも行ってみましょうか。あ、寒い。ここは何でしょうか。樹木の説明、野鳥の説明、案内板ですね。現在地ここ、で、あ、西峰がこっち、こうですね。フィーリングロード、チャレンジロードっていうのもあるんですね。あ、これがもう一個の登山道の方ですか。なるほど。とりあえずはこっちですね。西峰。だからこっち。岩場の広場、絶好ポイント。ああ、確かに、ちょっとねガスってきてはいるんですけど、まあまだ持つでしょう。はい、やってきましたよ、由良ヶ岳西峰の最高峰ですね。森鴎外の山椒太夫って読むのかな、ゆかりの秋峰、来た時よりも美しく。天の橋立てが見える。ちょっと今見えないけど、稲、船屋で有名な稲が奥の方で、よく組んだ湾って読むんですか。組んだ湾、組んだ湾で、でカメラで映るかわからないけど、細いのがこの辺りにあって、これが天の橋立てですね。で、海側はね、眺望が広がっていますが、反対側は残念ながらほとんど見えないですね。ただ木々の合間からちょっと雲海が見えるんですけど、曇ってはきましたけど、雲海は逆に綺麗に見えるようになってきたかなというところです。はい、もうちょいね暖かかったらここでご飯でも食べながら海を見渡してっていい感じなんでしょうけど、ちょっと寒いのとすごい雲がどんよりしてきましたね。なんかまだ雨予報じゃないですけど、一雨あってもおかしくないようなそんな雰囲気になってきたんで、ちょっと一服したら長居はせずに下っていった方がいいかなと思います。
東峰と西峰の分岐点まで戻ってきました。ここから下っていきますが、同じ道を戻っていきますので映像はカットします。はい、下山いたしました。時刻は10時ちょっと前ぐらいなので、登山していた時間でいうと、4時間に満たないぐらいではあったんですが、日本海側の海も見れて雲海も見れましたからね。短い登山でしたけど満足のいく登山でございました。以前からね来たいなと思っていた山なので来れてよかったです。近くにね赤重走路っていうのがあるんで、またそれは日を置いて来て重走したいなと思います。山頂ではね結構海側が曇っているように見えたんですが、いざ降りてくるとそんなこともなく、いい天気ですね。日も入って結構暖かくなってきました。この後はね天の橋立て行ったり、まあちょっとブラブラ観光したいなと思っております。はい、今日の山がこちらですね。ソーラーパネルがちょっとねなんかいろいろ問題になってますよね。ここもねあるんですけど、まあいろいろ賛否のあるところだと思いますけど、やっぱこのね山からのこのズドーンと来て、で線路もねいい感じなんですよね。ここなかなかねここまで来ようと思うと骨が折れるんで、すぐに来れるような場所じゃないですけど、まあまたね来て、で別の登山道も奥側かな、内陸の方からこういう道もあるんで、そっちを通っていきたいなと思います。はい、今日はそんなところです。じゃあねまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。